ゴセックに学ぶ日本の生活文化皆さんこんにちは村上優子です えー、今日から始まりました「五石区に学ぶ日本の生活文化」この番組は京都の日本の生活文化である年中行事中でもその骨格をなすともいえる五石区文化ですねこれを次の世代へ継承していこうそんなことに貢献したいという活動を行っております。特定非営利活動法人ゴセック文化アアカデミアの提供でお送りいたします今回は 令和3年度京都府文化力チャレンジ事業の一環としてスタートいたしまして3回シリーズでこの番組をお届けしてまいりますさて今日は第1回です。今日のゲストは 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事の村上恵子さんゲストにお迎えしましたこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお久しぶりでございます久しぶりです本当にあの文化交流文化交流でずっと携わってこられたと思うんですが今日は文化交流をですねコンテンツとしての生活文化、はい、それをテーマにお話を伺おうということでございます、はいはい 今あのご紹介した専務理事のポストですいつから今年の4月から、はい、ここに着かせていただいてあの専務理事は5月なんですけれども、えー、この職場には4月から参加させていただいて活動しております女性初の京都では副市長ということで、はい、皆さんもよくご存知だと思うんですけれどもいろんなところで文化交流もなさってきたと思うんですが、はい、そう考えると専務理事 いろいろご縁がありまして、まあ、市役所時代は観光ですとか文化ですとか、はい、いろんなお仕事をさせていただきましたのでその観光や文化に関わるこのコンベンションビューローでお仕事をさせていただけるっていうのはとても嬉しいなと思って楽しくやっております。現現役役時代ね。はい、現役ってて言葉を使わせていたただきましたが、はい、私も。 現役時代、はい、KBS 京都におりまして何度かいろんな場所でお話をさせていただいたり取材もさせていただきましたけど、はい、なんかい,いろんな時代をずっと一緒にやってきたっていう親近感もあるんですがどうどうですかそうですね,ですねいろんなテーマでね本当にお話してまいりましたけど、ねうん、そうでことではなくですよね。 そうですね、うんまあ、稽古優子というおろの,の良さはありつつもですね,ねお互い漫才でもやりましょうかって言った時もありましたぐらいんか頑張ってますようじゃなくて自然に楽しく関わってきたという、えー、ことだと思いますがそうですね、うん、あまりその女性っていうのを意識せずに来れたっていうのは多分市役所の中で、はい、角川市長をはじめですね、えー、男性の皆さんがそういうことを感じさせないように、うん、いろんな形で別に 女性だから引き立ててててるんんじゃなないいいいよっううこととを伝えたただかからかなと思うんですよね、うん、そういったことを、まあ、女性職員の皆さんもよく分かってらっしゃる、はい、そうですねそれで私あのそれがとっても心強かったということを門川市長にお返ししましたら、はい、市長はいろんなところで、まあ、女性だけでなくて職員の皆さんにそういうことをおっしゃっていただくので、うん、京都市役所の中では本当に皆さんあの性別に関わらず伸び伸のびとそのお仕事をやってらっしゃると思うんですよね。<laughs> そうですか現役時代のびのびといろんなことをなさったと思いますが、はいはい、副市長時代の文化交流、はい、この辺りをですね是非教えていただければと思うんですが。はあ、すごく思い出に残ってるのが日中間 の三カ国の中からそれぞれ都市を選びましてね、うん、その都市間交流を文化でやろうという都市間の交流を文化でやろう、はいはい、文化でやろうと,、はい、ということがありまして、まああの韓国は手櫛が、うん、中国は調査士というところに生かしていただいた経験があります。えーはい、それでその中国に行った時にまああのご挨拶する機会がございましたので、まああの政治ですとか、うん、経済ですとか、うん、国と国との付き合いにはいろいろ 交渉事もあるんだけれども、はい、文化交流というのは本当にあの何のこだわりもなく存分にやればどちらもが豊かになれる交流ですよね。はい、いうことを申しましたら中国の方々もすごくあの息に感じていただいて、もうたくさんの拍手をいただいた。いやいや今聞いても私たちね拍手ですよね。<laughs> でそうなんですよね。いやそうなんです、ね。政治経済ではなくて、ねね、文化どんな場所でもできますしね。そうですねもともと 京都に育ってるいろんな文化も中国国や韓国からいただいたものたくさんありますよねそういうことをお話ししますと本当いっぺんに距離が縮まっていいですね、はい、さあ、えー、セム理事として今後、はいえー、4月からですが文化交流事業いろんなことをやってみたいと思ってらっしゃると思うんですが、はいえー、もう先駆けでもうでにやってらっしゃることもあるんですかあそうですねであの京都 文化交流コンベンションビューローは2つの大きな仕事をやってまして、はい、え文化を日本の中でしっかりと進行していくっていう仕事と、ええ、それからあのその文化をうまく活用して、まあ、世界中から大きなあの会議でありますとか、うん、さまざまなあの集まりごと を誘致しててくるるっていう2つの仕事があだでら、はいえー、その中でですね、まあ、京都で国際会議をやられたりいろんなことをやると、うん、京都の文化をこうそ,その中で味わっていただきますとね大変皆さん満足をされて、ねえー、京都の、ね、自然が良かったよとかそれから文化財が良かったよとか、うん、それでお帰りになる時にまあ少し。 ご寄付をですね、ええ、基金を京都に残していっていただいて、うん、でそれをまたあの文化活動の方に還元していくというようなことができないかというので<ー>マイス基金。 聞いたことありますす皆さんマイスで m i C e はコンベンションなんですけども M はミーティング I はインセンティブということで企業の皆さんなんかがねいろいろご利用いただいて E はイベントエキシビジョンそういうことで人が集まっていろんな活動されることを「マイスっていうふうに言うんですけれどもその時にそういうご寄付をいただいた基金を集めよう。これをすででにコンンンベショビ 使用しております。もうすでに始めていらっしゃるという。もう、はい、<ー>もう一つがその文化の振興なんですけども、えー、京都にはもうすぐ文化庁が来られます。そうですね。ね京都でまあ京都の文化だけを育成するんじゃなくって、日本中に文化の振興を開始していかないといけないという役割があるなと、そうですよね。思いまして、日本中を対象にした文化基金賞という賞を文化基金賞はい。はい これは古典の日っていう11月1日がねあの古典の日ということで決まったんですけども、はい、その古典の日文化基金賞という名前でですね、えーえー、日本全国でいろいろ文化活動をやってらっしゃる。 団体の方個人の方を、えー、表彰していこうということで<ー>、えー、次の世代に文化をいろいろ伝えていただく方を励ましていきたいなあいいです、ねはい、はい、こういう文化基金賞という賞もですね、はい、新たに作りましてつい先頃あの第1回の表彰を を授賞式をやった。1> 第二回は九、い、月三日という日にですね。えー、第一回の表彰式をやりました、まあ。京都だけではない、全国文化庁ということで考えますと、すねえー、いろんなところの方々。そうですね。はい、今回はあの沖縄の文化を継承していらっしゃる市野会さんというところなんかもね、選ばせていただいて、はい、沖縄の方々に大変喜んでいただきましたし。いいですね。はい。 あのぜひそうやって本当に全国各地、はい、携わってる方たくさんいらっしゃいますし、はいえー、頑張ってるって言葉を使え、もても絆というかつなげていってる皆さんがたくさんいらっしゃるわけそうですね、まあ、やりたくてやってらっしゃると皆さんおっしゃるんですけども、えー、それをまあ外から認められる表彰されるということはまた大きな励みになると思うんですよね。えー その第1回がもう授賞式開催されたという、はいはい、他にはどんなことをどう思っていらっしゃいますか？あ、そうですね。まあ、この2つを柱にするんですけども、うん、この文化を本当にあのコンベンションなどで来ていただいた方々に存分に味わっていただくために、ただ会議を京都でされるだけじゃなくって、いろんな文化事業をこうアトラクションで見ていただいたり、それからお土産品には伝統産業品を そこでね、お使いただいたり、はいまあ、京都で文化活動している方々のお力をですねうまくこうコンベンションの誘致と融合させていきたいなというふうに思っています。なるほどであのいわゆる史跡とか、はい、皆さんよくご存知の場所も、はい、皆さんにとっては盛り上げる場所にもなってるんですあそうなんですよね。ね<ー>でそういういところで、まあ 会議が終わった後ホほっとパーティーをされる時にそうですこの辺がすごいな美しいお庭で視点がやっっぱり変わってきましたよねそういうことができる京都だなというふうに思うので、うんまあ、そのことをしっかりと生かしていくっていうのがコンベンションビューローの仕事かなと思ってます。 はい、京都の京都市行政に携わっていろんな場所をご存知ですし、はい、いろんな人もご存知でしょうあそうなんですよね,ね、まあ、いろんな方々とのご縁がこういう時に生きるなと思ってるんですけれども、ねまあ、そして特に京都は四季折々いろんないいところがね、うん、今日もご節句ということでございますのでその四季の折々の良さっていうのも伝えてい,きいければなというふうに思います。もうそうなりますとぜひ私どもの アカデミアにご助言をいただければと思うんですが <laughs> ありがとうございますはい、えー、伝統産業に携わる女性もいますが本当にいろんな職種のメンバーでこの活動を行っている最中なんですが、はい、ぜひ私どもに、えー、ご世紀文化アカデミアアドバイスあるいは 激励の言葉っていうのを是非いただきたい,い。いや、生活文化というのが、やっぱり文化の礎だと思うんですよね。衣食住の中から生まれてきた器であったり、着物であったり、世界食品であったりまあ、そういうものが本当に。あの私たちの暮らしを豊かに彩ってきた。 でそれがどんどんとその消化していくと芸術文化というような形にもなっていくと思うんですけども、はい、やっぱり根底にあるのは生活暮らしを大切にするっていう生活文化だと思いますのでそこは女性のの得意なところでもす。そうやって私やってきましたって言いたいんですがちょっとですね生活レベルではちょっとあのやってこなかったかもしれないなと思うんですが。<laughs> どうですか？いやお仕事一筋ですからね、一,一筋で子供もいいや <laughs> 一応夫もおりますんであれですから。あいやいやあの結構やってきたかなと。そうですよ、うん。だって楽しいんですもん、こう着るものが何かなって。あ一食中で行きますからね。一食中も楽しいです。お料理もね。うん、その仕事をやっ で、パッとこう切り替えるから。そこです気持ちがリフレッシュできる。リフレッシュできる場所も。うん、触れられる文化もいろいろあるのが京都ですよね。そうですね。ねで、あの刺激をもらいながら、はい、私どももこういった。アカデミアの活動をしていきますので。今後ともぜひ。ありがとうございます。文化交流。ということで、生活文化を視点にっていうと、もうピッ,ッときますからね。<や><度>本当ですね,ね。ですから、ぜひ、あの、はい、私ともと一緒に。 あの一緒にやっていきたいですね。そうこがましいですね。あの一歩前へ進んでいただいて、グッと引っ張っていただきながら頑張っていきたいと思い本当にね、優子さん、恵子さんで、優子恵子ね、いい同志恵子さっき行きませんでした。恵子優子何のお話を？いや、でもそれだけ近しい感じで、あの一緒に手を携えて、文化交流、生活文化という面で、引っ張っていければなと思いますので、今後ともご活躍。 いただきますようによろしくお願います今日は本当にもっともっとお話を伺いたいかったんですが時間的にもうね、えー、お別れの時間も近づいたようでございますのでまたあの違う機会にぜひありがとうございます、はいえー、今日はごせっくに学ぶ日本の生活文化第1回目のゲストは公益財団法人京都文化交流 コンベンションビューローの専務理事、村上恵子さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回は十一月六日の土曜日に放送されます、えー。お相手は村上優子でございました。この番組は特定非営利活動法人。五セック文化アカデミアがお送りいたしました。